今日は、自宅で、自分でできる、全身ストレッチのやり方を紹介したいと思います。僕も、やり方をやりながら、一緒にできるような感じでやっていきたいなと思いますので、皆さんこの動画の前で一緒にやってみてください。それでは行きたいと思います。まず最初はですね、手を組んでいただいて体を上にぐーっと伸ばしていきましょう。ぐーっと、はい、ストーンと落とします。でもう一回これいきます。ぐー、できるだけ体を上に上げていって、このあたりが伸びてれば OK です。はい、落とします。じゃあもう一回いきます。もう一回ぐーっと上げていただいて、今度はね、横にゆっくり倒しましょう。決して早くグッグッってやらなくていいので、ゆっくり倒していって、止まるところで静止します。はい、ゆっくり戻していただいて、反対側いきましょう。ぐーっと。止まるところでいいです。決してこう強くやろうとしなくていいので、気持ちいいところで止めてください。じっくり伸ばします。ぐー、はい、戻しましょう。ちょっと一回リラックスして、じゃあ今度ね、肩を伸ばしていきますので、手を、右手を上に上げて、前に上げて、方向で言えばね、こちら側に引っ張るような感じですかね。体をこうひねんないように、おへそは正面向いた状態でぐーっと伸ばします。これこの辺映ってます？大丈夫かな。はい、で、ぐーっと伸ばして、しばらくしたらこの親指さんを下に持っていってあげると、伸びる場所がちょっと変わりますので、これをゆっくり戻したりとか、またこう伸ばしたりっていうのを繰り返します。はい、リラックス。じゃあ反対もいきます。反対いきます。ぐーっと、方向はこちら側ですね。なんかこう、こっちに行きます。こう行かないってことですね。ぐーっと伸ばします。で、この親指さんを今度下に持っていって、ちょっと伸ばす場所を変えましょう。はい、もう一回戻し、ゆっくり戻して、もう一回下に落とします。ぐー、はい、リラックス。で、今度ね、二の腕、この後ろ側ですね、伸ばしていきますので、右手上に上げていただいて、肘も上げます。で、この手はできるだけこの肩の方に持っていってあげて、真後ろに持っていきます。ぐーっと、こんな感じの。で、注意事項はよくこう、こっちにこう持っていく人いるんですけど、これはね、外側のストレッチになるので、ここのストレッチはできるだけ真後ろです。ぐーっと。できるだけですね。で、こんな感じになっています。頭苦しい人はこうでもいいですね。ぐーっと。はい、リラックス。で、逆もいきましょう。こちらですね、真後ろに持っていきますよ。ぐーっと、真後ろに持っていっても多分こうちょっと内側に入ってるとは思うんですけどね。入ってるかな。まっすぐ真後ろになってる。大丈夫かな。ぐーっと、もしこう痛みとか出る人だったら、こう出ない範囲でいいので、この辺とかでもいいから、こちら側に手を持っていくことですね。こんな感じですね。はい、リラックスしましょう。じゃあ今度ね、この前側を伸ばしていくのは、手を後ろでこう組みます。で、できるだけこう上に上げる。ぐーっと、こんな感じですね。手つらいですか？大丈夫ですか？ぐー、はい、戻しましょう。じゃあ今度ね、この下の方に行きますけど、付け根を伸ばしていきます。付け根を伸ばすときは足を前後に伸ばします。
ここを伸ばす感じですね。こうアキレス腱をね伸ばすやり方という同じような形なんですけれども、ここが伸びています。でこの時ポイントはこの足の幅ですかね。ちゃんとこの足の付け根に平行によくこう入ってしまう方がいるんですけど、この真正面、ここをちゃんと真正面。はい、じゃあこの行きましょう。こうやってやった方がいいかな。こういう感じですね。ここを伸ばします。できるだけまあ姿勢はいい姿勢になっている方が伸びやすいです。こうなっているとここは伸びづらいので、ここをまず伸ばします。これが前ですね。付け根になります。はい、OK。じゃあ今度お尻伸ばしていきます。お尻はね、少しこう、ぐーっと。やり方わかりますかね。こう突き出すような感じですね。はい、ぐーっと伸ばします。このあたりが伸びていれば OK です。はい、逆もいきましょう。ぐーっと。結構ね気持ちいいんですよ。慣れると。これがお尻ですね。お尻の後ろ側というか、外後ろぐらいのところですかね。はい。で、今度ね、この外側伸ばしていくんですけど、足をですね、大きくクロスします。で、この右足をこう前にクロスさせたら、体を右側に倒します。真横の右ですね。よくこう、体が前に倒れちゃう方がいるんですけど、真横です。この足のクロスの仕方を覚えてほしいですね。はい、変えます。じゃあ足変えていただいて、こうか、こういう状態で真横、こんな感じですね。こっち行かない、真横。こうするとこの外側がすごい伸びるし、この股関節の外側ですね、伸びます。戻していただいて、今度内側を伸ばしていきます。ぐーっと四股を踏むような感じですかね。ぐーこちら側に押します。でゆっくりと肩を、片方の肩をこう入れていきます。これあまりグッグッってやんなくていいので、じっくり伸ばしていきます。はい、逆でーす。はい、リラックスして。今度、このももですね。ももを伸ばすんですけど、ももを伸ばすとき必ず壁、手を添えてください。で、ももを伸ばしていきます。こういう感じですね。で、この時のポイントは、体よりももが後ろに行く。こうならないということですね。真後ろに行きます。で、このかかととお尻はつかなくても OK です。まずはこう伸ばしましょう。はい、逆です。こういう感じですね。で、なんで支えが必要かっていうと、まあよくこう、何も支えなしでやる方いるんですけど、こうするとですね、バランスのトレーニングになっちゃうんですね。で、バランスのトレーニングなのか、ストレッチなのかっていうのはちゃんと分けた方がいいので、伸ばしたいときはちゃんと支えて力をできるように抜かすってことですね。これが大切になります。これ前ですね。で、これそのままスネ行きましょうか。大丈夫ですか？疲れましたね。スネ行くときは膝をこう前に出していただいて、足首をこう上に返す感じですね。で、必ずこれも支えます。これスネです。こういう感じですかね。こういう感じです。で、反対もいきましょう。まず持っていただいて、こういう感じですね。
こうするとすねが伸びます。足首の前ぐらいも伸びるかな、非常にこう気持ちいいです。こんな感じですね。そしたら今度ももの裏、ももの裏伸ばすんですけど、膝曲げて OK です。膝曲げていいので、ももと体をできるだけくっつけましょう。くっつけていける範囲伸ばしていくと、こことここはできるだけつけます。はい、最後ふくらはぎですね。ふくらはぎはもうぐーっと伸ばして、これ見える？見えない？ぐーっと伸ばします。こんな感じですね。ちなみにこのふくらはぎはですね、段差があるとすごいいいんですけど、段差がない。こういう感じですね。ぐーっと伸ばす。はい、最後じゃあ手首足首ゆっくり回していきましょう。で、首もゆっくり回してあげて、最後またこうぐーっと上に上げましょう。はい、ストーン。こんな感じでやると全身が、ほぼバランスよく伸ばせます。大体今の何分ぐらいですか？12分、ちょっと長いかな。はい、今度短縮版も用意しますので、まあ、あの時間に余裕がある方はこれぐらいですね、ゆっくりとやってみたらいいかなと思います。ぜひですね、あなたもこのように体を伸ばしてあげる時間を作ってみてはどうでしょうか。これからもですね、このようないい情報を配信していきますので、こちらの方にチャンネル登録よろしくお願いいたします。あなたも姿勢を変えて人生変えましょう。さよなら。